はい、こんばんは、サディロの斉藤です。今日は中一理科科学期待の7回目です。で、ここまで5つの期待、まあよく出てくる5つの期待は1個ずつ見ていきました。もうその他の期待としてちょっと特徴的なものをダーッと今日は見ていきたいと思います。はい、まず、はい、メタン、プロパン、ブタン、聞いたことありますか？メタンガスとかプロパンガスとか、はい、これが全て、燃える気体です。で、前回のあの身の回りの物質で習ったこの3つともどれも有機物です。燃えると二酸化炭素を発生する、これ有機物です。で、この、燃えるので都市ガスだったり家庭用のガスだったり、あのカセットコンロのあのボンベなんかのガスにも使われてます。で、ここちょっと意外かなと思う、無色無臭です。もうガスってなんか匂いしません？で、あれはこのメタンとかプロパンの匂いじゃなくて、ガス漏れした時にあの無色無臭だったら気づかないといけないので、別のものでこのガスの中に匂いをつけてます。ですから実際にこのメタン、プロパン、ブタンのガス自体は無色無臭です。はい、次、これはあまり聞いたことないかもしれないですけど、一酸化二窒素っていう、気体があります。で、これは無色なんですけれども、匂いはかすかに甘い香りがします。で、これ、手術の時にここにこうなんか当ててこう眠らされますよね。手術、全身麻酔するとその手術の吸入麻酔薬として使われます。この吸うと鎮静状態、まあ落ち着いた状態になるので、その麻酔薬として使われるのがこの一酸化二窒素です。はい、次、ヘリウム。これ水素のとこでもちらっと言ったんですけども、密度が小さい、水素が、まあ、あの物質の中で一番密度が小さい。で、このヘリウムが2番目に小さいです。で、このヘリウムは密度が小さいだけじゃなくて、反応もしないので、水素みたいに爆発することがないので、風船に詰めたり飛行船に詰めたりして、物を浮かせるために使います。はい、それと沸点が非常に低いので、低温実験の冷却剤、何かをこう一瞬に、凍らせてしまうとか、こういう低温の実験の冷却剤として、このヘリウムが利用されます。はい、あとネオン、アルゴン。はい、まずネオンについてですけども、このネオンは、放電により発光します。ですから、あのネオンサインっていう、こういろんなこう綺麗な色で、あの夜のお店屋さんの、看板とかに使われるネオンサインの中にネオンの気体を入れて、それを光らせています。はい、それと次、アルゴン。これもあの反応しないので、蛍光灯とか電球の中に入れておいても、だからそれがその電気とかを通しても、反応しないので安全なので、まあ、そのように利用されています。で、これアルゴンなんて聞いたことないわって思うかもしれないですけど、空気中の3番目に多い気体です。一番多いのが窒素で 78%、 次に多いのが酸素で 21%、 ここで 99%、 次アルゴンが 0.9% です。だからもうこの3つで空気中の 99.9% は占められています。まあ、こういうふうにあまり名前は聞かないですけど、この身近にある気体の、身近にあるアルゴンでした。はい、まあ、今日のところあのそこまで、テストに出る問題ではないので、そのしっかり覚えなくてもいいですけれども、まあ、こんなふうな、気体もあるよっていうことで、この特徴だけ、まあ、見ておいてください。はい、今日の授業は以上です。